先生。何ですか。腰が。腰が。腰が辛い。腰が辛い。辛い。半分に切っとこうか。何それ半分に切っとこうかって。それはどうやって拾ったらよかったんやろ。ね、どう拾いようがないよね。まあ、こしあん食べるのやめてつぶあんにするとかね。そうだね。冷えるから腰痛になるんですよ。はい、冷えるから。うん、で今日ね、マー君連れてきたんですけどね。マー君。マー君。はい、うん、マー君一人なんですよ。マー君二人だったらマーク2になっちゃうんだけどね。はい、マー君、高橋先生。こんにちは。みんな耐えられへんやろ。こんにちは。はい、千葉県に、ね、はい、株式会社、うん、三井温熱でしたね、はい、そうですっていう会社なんですよ、はい、でそこがね作って販売している、まあ、医療器具があるんですよね、はい、でまあいろんなこう健康器医療器具があるけども、で医療器具って、ね、どういう目的で使うかっていうと、血液循環を促進するためにさまざまな医療器具が生まれてるんですよ。指圧もんで、ね、はい、触診するものとか、ね、あるいは、まあ、低周波で、ね、筋肉を動かして、ね、うん、血行促進するものとか、はい、でこれね温める血行促進なんです。すごい可愛いのデザインとか も、 う、ね、もうピンクでコンパクトだし、うんうん、ただコンセント入れないと使えないから、はい、コンセント入れるね、こういうそっちとはまた違うコンセント、うん、普通の100ボルトでいいそうです。であとはもう高橋先生にちょっと説明してみましょうかね、はい。そうですね、とりあえず まず最初にコンセントを入れること、はい、100ボルトでいいですよね、はい、もう普通の、はい、もうコンセントで大丈夫です。はい、はい、あとはこの自分の好みに合った、温度設定をしていただくということだけで結構です。だいたいもう1分もしないうちにその温度セットに、なりますので、あとは自分の気になるところに当てていただくことだけで OK です。非常に簡単です。最近懐が寒いんだけどな。それだけはどうしようもないですね。そんなんや、どうしようもない。それでね、やっぱりね、はい、使った人がね体感がすごく良くて、ね、もうものすごい喜んでくださってるんですね、はい、で、まあ著名な方はね、東京にお茶の水クリニックっていうね、診療所があるんですけども、うん、そこの森下圭一医学博士、はい、ね、まあ、患者さんに随分ね使い方をね、うん、こうご指導されたりとか、でたくさんの方が使われてるんですけども、うん、でもうずっとやってたらね、あちちちっていうぐらい、はい、ね、熱くなる時あるんだけど火傷しないの。不思議です ね、 そうですね。どうしてなんですか。いや、躍動する前に話すからだと思います。はい、やっぱりあちちって言ってるのにちーってつけっぱなしはダメなんですね。それはもうやっぱり躍動する。話しましょう。あります。話しましょう、はいはい、熱くなったら話してください、うん、ただこれ別に熱くする必要はないんですね、はい、その熱くなったら少し離していただいて、うん、また熱いところに戻っていくと今度は熱く感じなくなってくるんです。それは今まで冷えてたところがですね、そこに熱が入ることによって、周りと同じ温度になってこう滑らかにこう滑るようになるということなんですね。芯までぬくもる。芯までぬくもります。あ、そういうことです、はい。ね、悪いところは熱く感じます。熱く感じます。あ、結構の悪いところは、はい、あの壺みたいですね。そうそうそう、うん、そうですね、うん、よく似てますね、うんうん、悪いところは押したらやーって痛いっていうふうにおっしゃるじゃないですか。そういうことですね。結局壺の熱いところって感じるところは押しても痛いところなんですね。はい、でね、要するにツボを押さえるのね、はい、覚えるの大変だけど、これ面だからさ、あ、結構簡単なのよ。本当だ、うん、ねえ、うん、それだったら私でもうちの母でもで素人でもすぐにねできますよね、はいはい。効果ですかこれは。ちなみに値段、ね、うん、値段は、まあ、79,800円です。そんなもんなんだ、はい、だってこれずっと使える、はい、ずっと使える、ね、そうですね、うん、私はもうこの前の形のやつなんですが、はい、もう12年使ってますので、いまだに健在でまだ使っております。ですから、うん、ただずっと使えるけど、死ぬまでは使えるけど死んだら使えませんからね。そうですね、だから生きてる間に健康管理気をつけなきゃいけないからね。そう次世代に引き継いでいくことできますから、うん。ね、家族みんなで健康になっていただきたいと思います、はい、高橋先生からお知らせはありますか。はい、大阪にですね今まで、いわゆるケアするところはなかったということで、はい、今度大阪の方に、もう江坂の方なんですが、美容院内に、ケアするところができましたので、はい、もしよろしかったらぜひ来ていただきたいと思います、うん、また使い方等分かんないことありましたら、それもご説明させていただきたいと思います。
はい、でその温熱のね、まあ、施術、まあ、受けさせていただきたいっていうね、はい、声多いんですけども、はい、大体料金いくらぐらいなんですか。はい、1時間で約1時間なんですが4800円です。はい、非常にお安いと思います。うん、リーズナブルですよね。はい、す地下鉄御堂筋線の江坂駅から歩いて西に5分のところですね。はい、電話番号が0663308679です。はい、ということで、あのビオネの方にもぜひ皆さん足を運んでいただきたいと思います。はい、高橋先生もいらっしゃるんですもんね。あ、もちろんおります。はい、じゃあ私もいつか近々。あ、完全予約制ですよね。そうです。あの、いないこともありますので、はい、予約してきていらっしゃってください。はい、お待ちいたしております。はい、お待ちします。そしてキス FM 毎週土曜日11時30分好評放送中のドクトルかっちゃん健康にキス、こちらの方もぜひ皆さんお耳逃しのないように聞いてください。はい、またね、バイバーイ。バイバーイ。